チェケラ！どうも、ユタ14です。今回はこちら、クランリーグの方からやっていきたいと思います。クランリーグが、7戦分終了しまして、こんな感じ。上位3人がね、まあ、ほぼほぼパーフェクトに近い成績で、4位の朝までは 7% 落としたというような状況です。まあ、時間切れが2つ、1つずつって感じかな、全員。まあ、1位のね、今回は1位のクラスを特集していきたいんですが、700分の699というわけで、6前回と1個 99% があったのみと。まあ、あとの3人も、ま、90% をすべて超えていて、額の場合だから、これ 92% か、そのまんま。うん、そんな感じですね。まあ、結構パーフェクトに近いものがあった4人というところで、まあ、適当に、まあ、クランリーグのね、動画もたくさん出していきたいと思います。今回はクラス特集として、クラスのアタックを見ていきましょう。早速やっていきたいと思います。バタング戦のアタックに関しては、バタング戦の時に動画にしてますので、まあ、その動画は最後にしようかな。まあ、クラスはね、1赤しか出てないんで、他の3人は2赤で出てるんで、まあ、ある程度リプレイ選ぶことはできるんですけど、クラスだけは1赤なので、まあ、リプレイ選定ができないというわけで、最後に選ん、もう一度ね、まあ、一度紹介はしてるんですけど、最後にバタング戦のリプレイもう一度振り返っていくような形でやっていきたいと思います。まあ、もしかしたらでも、ちょっと時間長えなって感じたらカットするかもしれないけど、でこちらの配置はあれですね。サハラさんが使ってた配置ですね、ブレイズの。スーサイドでタウンホール周りをまずは切り取っていきます。これ普通にもうレジェンドリーグとかでも出てくるような配置になってるので、まあおそらく攻め方知ってるんじゃないかなと思います。さあ、3ヒーローで削り取ることで結構伸びていきますね。超伸びてます。超伸びてます。対空砲まで折れていくと。これはクイーンもクロークを残して相当伸びてますよ。かなり伸びてきている。キングに捕まりますが、クロークを走った後に、これは伸びるのか？そしてタウンホールに関しては、これもしかしたらボマーがなかったのかな、手元に。おっと、ギリギリだけ突撃感でしっかり取っていく。バルーンとガゴの、で、タウンホール起動してボマーで取っていくのかなと思ったんだけど、もしかしたらボマーがなかったか、もしくは時間を気にしてボマーのそのチェックをやってる暇がないから、もう突撃艦で、ね、一発でタウンホール取りに行ったか、どっちかだと思います。で、この段階でまだフリーズが4発残ってるんですよね、なぜか。これ天才ラバレですからね。まあ、あえて残してると言っても過言ではないんですけど、こうやって。まあ、フリーズ2発とヘイスト2発を残して圧倒的全開でラスト終盤まで回ってくると。おかしいですね。で、ぐるっと回って。まあ、圧倒的全開ですね。余裕の全開でした。続けて見ていきましょう。はい、続けて見ていきましょう。続いても天才ラバルというわけで。まあ、クラスはね、レジェンドリーグ天才ラバルでやってるんですけど、まあ、初戦のバタング戦に負けて以来、ちょっと ESL のね、権利を勝ち取るっていうのが厳しくなりましたんで、まあ、結構みんなレジェンド編成そのまま攻めてる方が多かったです。うん。まあ、僕もそうだし、まあ、まあ、結構な人たちそれで攻めてたんじゃないかな、今回は。まあ、クラスも例に漏れず、まあ、そんな感じですね。で、キングでタウン前をスーサイドしつつ、ここ穴開けすることで、タウンホールをクイーンで射抜いていくような、そういうスーサイドパートになっております。僕ね、先月も言ったんですけど、クランリーグは、ユニット解放し、フレンド対戦と同じように、ユニット自由に使えるようにしていいと思うんですけどね。それこそ平等な感じがするし、まあ、資源使ってもいいから、なんかユニットは全部使えてほしいなっていう。特にレジェンドリーグやってる人からすると、このクランリーグと被るとスーパーユニットの解放とかも結構めんどくさかったりすると思うんで、まあその辺、まあ多分改善はされることはないかなと思うんですけど、まあ、クランリーグもスーパーユニットは使えるようになるといいなと思ってます。で、クイーンと、投石機がね、被るような角度、まあ、被ってる配置なんですけど、そこに対してストライカーと無しつつバルーンを守るような流れで一気に投石機とクイーンをへし折っていきます。はい。
これをヘイストをかけることで一気にクイーンも投石機も射抜いていく形ですね。で、残った投石機に関しては呪文を、フリーズの呪文を、ね、一切使わなかったのでラスト完封していって、ヘイストでその間に早めていって、投石機を落としきってしまう。そういう感じですね。はい。最初に出したボマーもここまで生き残ってぐるぐる回ってくれていると。ヒビツオが若干足りなかったのを見て、しっかりバルーン機体を後追い出して、まあ持ってきたアーチャーとかもこういうとこ出して、全開でございます。まあクラスとか見てればわかるけど、まあほぼほぼ今の環境、まあ無理くり天才で攻めても全開が取れると。まあ上手いからっていうのももちろんあるけど、まあそれだけ天才ラバルが強い証拠でもあると思うんで、うん、星さんとかも特にそうだし、ホッサンとかグローバル1位取ってるしね、今とか。うん。今月 ESL で出てくるんで、まあ、ホッサンの特集も組もうかなと思ってるんですけど、今回2回も攻め残しをしていたので、ちょっとリプレイが少ないですね。で、またしても、ライトニング7発で、あ、うん。クラスはちょっとね、まあ、普段結構残るような立ち回りをしてるんですけど、まあ、今回は、まあ、バタン癖の巻きが決まった瞬間速攻で攻めるような形だったので、まあ、比較的天才ラバルがね、刺さりやすそうなところを狙っていた印象ですね。うん。もうめちゃくちゃ刺さりますね、これに関しては。投石と、イーグル砲と、イーグルじゃねえや、なんだあれ。痛いひってぇぶつけたー。クロスボウかな。対地じゃないクロスボウがあった記憶。あー、ちょっと対空砲は折り切れずですね。まあ、多分問題ないんだろうけど。いってこれ入れようと思ってんのかな、どうなんでしょうね。あー、入れないですね。ロイちゃんで後ろカバーか。入れようと思ってたけど、でも入れようと思ってたらサイドカットすると思うんで、さすがに。入らないんですよ。入れる方が難しいんで、今の区画。ロイちゃんでこれ安いか。安い狙いですね。4発打ってブーメランでクロスは折れると。はい、オッケー。で、クエック入ってるから一発で折れていくと。おー、素晴らしい。めちゃくちゃ壊したな、これも。あ、こいつ、やるな。これ多分逆ですね。やりましたね。やったな、こいつ。まあ、でもね、まあ、一応突撃じゃねえ、突撃感あるから、まあ、ケアはできますよっていう、攻めてもあれですけど。まあ、あとはこの配置に関してはね、まあ、結構有名な配置でもあるんで、まあ、取り方は知ってるでしょ。レジェンドでも出るしね。で、今回もストライカーを使って相手のヒーローを速攻で処理していきました。これキングとクイーンがね、結構近い距離なので、角度難しいんですけど、あとストライカーってなんか変な角度で走ってったりするよね、あいつら。マジでやめてほしいんだよな。なんかオーデンのライフオーラーの中から出してるつもりでもなんか外走りたがるよね、あいつら。あれ非常に迷惑なんでやめてほしいですよね。はい。ジャストフリーズ完璧。っていうかもう突撃艦どころか、これボマーだ、そうだ、ボマー出して速攻でやったんだよな、これ。確か。突撃艦でターンホールケアするならまだね、星2延長ダメってわかるんだけど、まあ、これは絶対いけるでしょって感じで、ボマーにしたんだけど、ボマーをね、出した瞬間に割ったので、ドラゴンとかこの辺いますよね。まあ、ボマーとしての役割はゼロで、まあ、突破兵器なしで全開を取ってったわけですね。これがもしかしたら、ミセプでわざと割ったのかっていう疑いもあるんですけど、まあ本人に聞いてないのでわからないです。はい。わざと割った説もある、ない、とは言い切れないのがこのクラウスという人間です。はい。通常の人間ならね、まあ普通に大量にユニット抜かしてドヤーとかやるんだけど、こいつだとわざと割ったぜドヤーとかもあるんでね、ちょっと読めないところではあるんですが、続けてやっていきましょう。はい、続けてやっていきましょう。ライトニング7発。これは全部天才ですね、きっと。クイーン処理の方のライトニング7発で打っていきました。これはどこに打っても美味しそうですが、どこに打っても結構バリューはでかかったと思うんですけど、クイーンを取っていきましたね。ウィントはエアスイーパーですかね。キングでサイドカットして、この辺狙ってんのかな？穴開けないんで、そうなると、ロイちゃん刺すんか？クイーンは下でロイちゃんを処理しに行ってますね。上はキングだけでサイドカット。で、クイーンはロイちゃん、あぶな、それ。あぶなかったですけど、なんとかロイちゃんの処理。多分これオートクロークですね。上のタイミングでロイちゃん出てるんで、2発ってビストは来れます。対空砲にチェインが入らなかったのはどうなんでしょう。これはちょっと違うと思う。やっちゃった。思ってたのと違う。このテスラによってちょっと狂わされましたかね。なので、
バルーンを出しつつボマーカーでしょ。したらこれまたやるなこいつと逆から行くじゃん絶対。逆から行った方がんだよね。そうだよね。おお、これ多分バルーンと間違えたんじゃないかこのダゴ。いやそうではないな。で、思ったより早くラバが割れてしまったので2体目のラバの投入ですね。投石によってバルーンは落とされてるけど、ドラゴンが強いと。で、こっちの投石機のケアとしてもう一体ラバを貯めておいたという感じですが、しっかりホーミング、ラバに当たるような大きい位置に置かれてるので結構ラバが割れやすいですね、今回の相手。天才ラバルをやるときって結構ね、ラバが割れちゃうと呪文が少ない分ゆっくり進めたいんで、ラバが割れちゃうとバルーンがね、どんどん落とされていって厳しいってこともあるんでね。まあ、その辺気をつけていきたいポイント。この辺はね、ちなみに結構切っておかないとターンホールにバルーンが向かないんで、かなり先般ですよ。っていうところでしっかりこっちを切ったのでターンホールにバルーンが向かっていくと。素晴らしいですね。これやらないとただの星1、星1願望者ですからね。ターンホール反対から攻めて星1取るただのヤンキーになっちゃうので気をつけましょう。ここの防衛施設っていうのは完全に切ったおかげでターンホールに向かってますからね、今回の場合。そこだけ本当に注意ですね。このストライカーは、クイーンをライトニングで絶対殺すでしょ？で、ストラ、ウィズ、ん？なんだ？ロイヤルチャンピオンに対してはクイーンで殺すでしょ？このストライカー、必要ないよね。これはレジェンド編成と変えなく、あ、でもウォールブレイカーないからそんなわけないか。ちょっとしか変えてないけど、入ってて、紛れ込んでたのかな。はい、というわけで今回は、クランリーグの方からクラスのね、まあ、700分の699というわけで、まあ、ほぼほぼパーフェクトに近いような成績で、まあ、99% なんでね、まあ、前回と言っていいでしょうぐらいのアタックでしたね。またね、CWL のミックスがオフシーズンに入って、まあ、僕らも次のシーズンも出ないんですけど、ハグレメタルがね、活動休止したので、まあ、逆に言うとね、まあ、クランリーグからしっかり動画を選ぶ時間っていうのも結構生まれてきたので、まあ、クランリーグの方からはね、まあ、いくつかリプレイしっかりあるので、まあ、その辺しっかり紹介できていけたらいいなと思ってます。まあ、今回は初回というわけで、まあいつも通りなんですけど、まあ成績の良かった人を順番に紹介していくという形で、まあ今回はね、700分の693だったかな、4位が693までなので、ここまで紹介していきたいと思います。で、アサツに関しては今月末に8月の ESL であるんですけど、そこに対してね、ハグレメタルのメンバーとして出るので、まあ、クイーンウォーカーズとして、トーナメント勝ち上がった、僕らクイーンウォーカーズはトーナメント勝ち上がって出場します。で、もう一枠はね、バタングがね、出るはずだったんですけど、先月勝ち抜いてしまったので、1枠、クランリーグ枠が空いたので、次にクランリーグ高かった僕らがね、繰り上がって出れることになったんですよ。で、残ってたメンバー5人が、まあ、出れるならば出れましょうということで、今回のアサツと、プーチンと、ピピさんと、オルボーと、星さんというメンバーで、残りの5人、クランリーグ枠として、ハグレから出ていくので、ハグレメタル代表としてね、まあ、出場するわけなので、まあ、その辺のね、出場選手のメンバーも紹介できるような機会があればなと思うんですが、それに対してはね、今回クランリーグあるので、まあ、いい機会なんじゃないかなと思ってます。まあ、少し長く話してしまいましたが、今回はこんな感じで終わろうと思います。次回はね、ガクかな、2位は。はい。というわけで、そちらの方、移っていきたいと思いますので、ぜひお楽しみに、次回もお待ちください。というわけで、今回はこんな感じで終わろうと思います。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。さよなら。